はい、どうも、リントでーす。ということで、ようやく届きました。こちら。コンプリートセレクションモディフィケーション、V バックランドドラグバイザーということで、届いた興奮でね、いろいろお届けできたらなと思うので、もう届いたすぐに開けますよ。よいしょ。てかね、でっかいのよ。ほんとに。すごいでっかい。びっくりする大きさ。しかも重い。これがもともとのデラックス版、V バックルについてた、これは V バックルじゃないか。王者のあの、ベノムバイザーか。ベノバイザーか。についてた、王者の昔の変身のベルトのね、やつなんだけど、大きさとしては手がこれぐらいね。だとすると、こんなもん。まあ、平均の的な手の大きさだと思うんだけど、こんなもんね。これを置きます。見て、この大きさ。やばない。やばない、マジで。電池がこんなもん。あと、私の iPhone のスマホケースだと、こんなもん、大きさ。大きさ比較ね。やば。じゃあ、開けていこう。やば、あっちは開いてない。よいしょ。よいしょ。やばい、やばい、やばい。めっちゃやばい。ドゥドゥドゥン。ドゥドゥ。ドゥドゥドゥン。ドゥドゥーン。はい、いつものあの白い袋にね、袋じゃない、紙にね、収まってますけども、うわぁ、やば。取り出せないよ、こんな。よいしょ。おっこいしょ。あー、すごい、全然手が滑る。なにこれ、引っ越しかなんか。せーの。せーの。よいしょ。よいしょ。おっこいしょ。あー、すごい。幸せの重みって、こういうことなんやな。こんな感じのね。やばい、私の足が思いっきり。裸足だよ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 。あんまり足きれくないから、あれだね。よいしょ。で、この白い紙を取って、表紙見ようか、まずね。あ、そっか、これスリーブになってるのね。スリーブになってて、まあ、見えないね。これがね、こう、スーって、開くと、中に、V バックルと、なんだっけ。V バックルと、ドラッグバイザーが入ってるんだけど、まずこの表紙から見ていこうか。ふぅ、やばやば。軽く反射しちゃってるけど、全13いる ?13 ライダーいる？リュウキ、ナイト、シザース。シザースいる？あ、シザースいた。シザース、ゾルダ、王者、あ、ガイいたね。ガイ、ライア、タイガー、インペラー、ファム、リュウが、ベルデ。あれ、オーディンいなくない？あ、いた、オーディン。あ、でもアビスいないんだ。そっかそっか。仮面ライダーアビスはここに映ってないんだ。なるほどね。ほうほう。では、このスリーブを。あ、裏もやばい。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 やばいやばいやばい。なんじゃいこれ。開封するだけでこんなにテンション上がる？マジやばくない？コンプリートセレクションモディフィケーション V バックランドドラグバイザーっていうのがミラー文字になってこう反転してるね。して、竜気サバイブとナイトサバイブが映ってます。おぉやばあ、へえへえへえ。ここに、開けるところが3つついてるね。ここから開けましょうか。こんな感じで開けられる。丁寧にね、丁寧にね、この段ボールもね、大事なお宝なのでね。私の中ではもう大事なお宝なのでね、これも丁寧に。開けます。これ多分こうした方がいいか。ういしょ。おっきすぎてこんな撮影考えたことないよ。おっきいよ。ほっ、どーん。ふぅ。ふぅ、なんじゃいこれやば。じゃあちょっとちっちゃい方から見ていこうか。はい。
コンプリートセレクションモディフィケーション、ドラグバイザーです。ちゃんとドラグバイザー映るように写真撮られてるね。裏面はこんな感じ、まあ、いつものプレ版の商品って感じだね。これも後でサクッと開封レビューだけしちゃいますね。後でっていうかこのままね。ああ破れちゃった、まあいっか。この白いのはね取っとかないんで。やば、何言ってんの、何言ってくれちゃってんのこれ。コンプリートセレクションモディフィケーション、V バックル、表がこんな感じ。リュウキがいてナイトの後ろ姿ですね。まあ実質ナイトは主人公ですからね。そして裏面ナイトですね。でさっきのリュウキ、そしてここにコンプリートセレクションモディフィケーション V バックルというやつが鏡文字で入ってます。どうしよっかな、よいしょ、ちょっとこれ避けよっか、傷ついちゃうとあれだから。うわこれやば、上がやばい、知らんかった。ほれ見て、リュウキ、ナイト、シザース、ゾルダ、ライア、ガイ、王者、タイガー、インペラー、ベルデ、ファム、リュウガ、オーディンのライダーズクレストがね、全部載ってる。やば。あ、で、こっちはあれね、説明というか、注意書きね。よいしょ。え、めっちゃ興奮する。やば。なにこれ。じゃあ、早速こっちから、開けていこうか。やば、よいしょ、ここをね開けて中身を取り出します。ほっ、うわうわうわもうこの時点で興奮だよ。うわ、もうね、YouTube ではね、開封レビューしてる人とかね、レビュー動画上げてる人とかいっぱいいると思うんだけどね、行く分北海道なのでね、届くまでお時間がかかりましたね。はい、取り扱い説明書。うわぁ、やばいね。これはやばい。やばいやばい。こんな感じで、わー、内容物がね全部書いてますね。こんな感じで、おーいいですね。はい、中身はこんな感じ。中身のカード、うわカードやばい、やばいね、マジで。こんな感じでカードが入っています。はい、すみません。途中でね、一回切れちゃいましたけど、ちょっと、開けている最中に来客がありましてね、ちょっと、再開しました。はい。はい、で、こんな感じでまずカードがね、入ってますね。真ん中にカードと、ここにベルト。おー。やば。ちょっとベルト取り出しちゃいますね。ちょっと寒いのもあったのか、ちょっとだけなんかこのベルトの周りがカッチカチになってますね。ちょっとまずこれ取っちゃいましょうか。わあやばいね。はい、こんな感じです。ちょっとね、ここは今の寒いんで、なんかあんまり軟質パーツがちょっと固まっちゃってますけど、おー、ここら辺にボタンがありますね。多分 BGM のボタンとかついてるってことだったので、ところですね。で、ここに新しく認識ピンが増えてます。見えるかな、これね、増えてるらしいです。これはね、なんかの情報で見ました。で、ここにシャキンって入れていく感じですね。やばい、
そしてこれですね、特徴的な横のバックルパーツ。よいしょ。袋に関してはすみません、一旦あそこに置いといて後でちゃんと片付けますからね。今まず開封しちゃいたい。はい、こんな感じ。これを横につける感じですね。あとは、あ、これがベル、おっと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 。これがベルト止めですね。後ろの。ベルト止めは結構シンプルですね。はい、っていう感じです。じゃあカードも先にチラッと見ちゃいますか。やばい。やばいよ、これ。はい、こんな感じ。ちょっと、横に。カッターでスライドじゃないや、あのスリットを開けて、そっからムキムキしていくんですよ。いやー、やばいね、やばいよマジで。なんかわかるかなこのテンション。ただやばすぎて、テンションめっちゃ高いじゃなくて、どっちかっていうとなんかやばすぎて言葉を失うっていう方がでかいかも。すげー。これをそう、あの昔のデラックス版はここに穴があったんですよ、あの認識させるための。それがなくなって、非接触の中に IC チップが入ってるはず。あ、うん、なんとなくわかるかな、これ IC チップが入ってる、このモコッとした感じがあるよね。はい、です。ドラグレッダーにファイナルイベントでしょ、ダークウィングにファイナルイベントでしょ、ボルキャンさんにファイナルイベントでしょ、でマグナギガかにファイナルイベント、エビルダイバーだっけにファイナルイベント、メタルグラスかなにファイナルイベントでしょ、でベノスネイカにファイナルイベント、デストワイルダーとかだったかなにファイナルイベントでしょ、でギガゼールだったかなにファイナルイベントに、バイオなんちゃらにファイナルイベントでしょ、うん、ファムでしょ、名前がなんかわかんなくなってきた。で竜が、オーディンで、サバイブ、コントラクトだったかなに、あ、アビスね。でそしてファイナルイベントっていう感じですね。で裏はこんな感じ。前はねここに仮面ライダー龍騎みたいに書いてたんだけど、それがなくなったね。ちゃんと劇中プロップ通りになりましたね。では次にカードデッキをね見ていきましょう。どういう並びだ？あ、なるほど、オッケー。ってことはこれか、出た。はい、龍騎、木戸神事ですね。でここが、あ、こう前面が開いて、ここにカードが入れられる状態になってますね。龍騎。あ、ここが合金かなこれ。プラスチックかな。でもなんかちょっとヒヤッとするな。はい。龍騎の、普通の時のやつですね。龍騎。これが、サバイブだね。龍騎サバイブ。見比べるとこんな感じ。かっこいいね。で、そう。ここのピンで、認識が読み込みが変わるって感じだね。ほー。じゃあこれナイトだ。うん、やっぱり。よいしょ。ナイト。仮面ライダーナイト。秋山蓮の、使っていた、カードデッキですね。いやー、実質主人公ですよ、蓮は。もうかっこいいよね。やっぱこの並びが最高だよ。龍騎とナイトっていう並び。やばい、めっちゃやばい。そしてナイトサバイブ。いやー、ナイトサバイブ出た時ね、私はナイトサバイブ派なんだけど、いや、やべ、かっけーってなったもん。かっこよかったね。しかもこれ墨入れ入ってるんだ。こっちだと分かりにくいんだけど、ここちゃんと墨入れ入ってて、こう陰影がね、こう重厚感があるね。かっこいい。これをこうやって掲げて、こっちは掲げないね、こっちだね。しかもこうだね。こう掲げて、こうやって。で、ベルトにこう、スタッて刺すってやつね。変身って感じね。ってことは、こっちが、アビスってことは、
この順番か。ということは、あ、そう、さっき見たけどね、これ、仮面ライダーシーザーズ。須藤だね。悪徳警察官ね。悪徳というか、裏でいろいろやってた警察官ね。悪いやつ。まあ、死に方は残酷だったけどね。うん。ちょっと残酷な死に方をしたシザース。すごいね、これは。いや、でもシザースのあの死があってこその龍騎の物語だと思うんで、龍騎の物語はやっぱり、こいついてこそなんぼだったと思う。結構強かったんだけどね、ちゃんと戦ってれば。最後は自分の契約したモンスターに食べられちゃった人ですね。では次。やべえ、ゾルダだ。ゾルダのカードデッキ。これは北岡さんか。北岡修一。いやー、スーパー弁護士ですね。黒を白にしてしまうというね。弁護士さんです。ゴロちゃんとね、一緒に絡んでる感じが大体多かったかな。ゴロちゃんもか、ゴロちゃん可愛いんだよ。なんか、見た目怖いのに。よかったね。ちょっとね、夢というかね、叶えたい夢がね、あれだったけれども、ちょっと悲しいね、最後を迎えたけど、でもいいキャラをしてましたね。いや、よかった。ゾルダ。では次。ライヤー。いや、綺麗、めっちゃ綺麗、このピンク。ちょっと裏は成形のなんか線入っちゃってるけど、重要なのは前だからね。はい、ライヤー。手塚。俺の占いは当たる。ですね。いやー、ね、ライアはね、いいキャラしてたし、いや、人のためにね、戦ったっていうところがすごい多かったよね。だから、そこがすごい本当に、っていうところにもあるし、あとは、サバイブになってたかもしれない存在だったからね。いやー、ただ最後にね、俺の占いがやっと外れるって言いながらね、かっこよかった。そう、ライヤ。モチーフはね、エイですね。で、ピンクって感じですね。ということは次は、ガイダ、芝浦だ。仮面ライダーガイ、芝浦が変身する仮面ライダーで、ゲームが大好きで、ライダー同士の対戦を、なんだ、ゲーム感覚で楽しんでるようなやつですね。で、俺が面白くしてやったのにさーとか言いながら、なんて言うんだろう。なんか俺に感謝しろよなーみたいなこととかを言ったりとか、意外と悪さしてる、ちょっとこう、ガキンチョって感じで、子供っぽいんだけど、本当になんかね、憎めないまではいかないけど、結構憎いところもあるけど、なんか、かわいそうなやつでもあった。でも、なんか、ライダー対決というか、ライダー同士の戦いをゲーム感覚で楽しんでるようなやつで、まあ正直、かませ犬って感じだったかな、ガイはね。ただ、王者との絡みの部分が結構好きで、お前もライダーなんだみたいなところがあって。じゃあ、ライダー同士だったらさ、初戦は大事だよねみたいな感じの会話とか。あと、ね、最後の倒される瞬間はね、まあ、この後王者でちょこっとね、言うけど、近くにいてお前が悪いっていう理由でね、盾にされるっていう、ある意味、ガードベント。だってね。ってことで次、王者でしょ？やっぱりね。ほら、来たよ。王者ですよ。王者。仮面ライダー、王者。よいしょ。はい。これがデラックス。デラックスと比べると全然違うもの。この彫りの深さも違うし、色も違うでしょ、成形色のね。で、しかも、デッキサイズも全然違うんだよね。見てこれ。でもこれもね、好きなの。大事。これもお宝。でもこれのね、V バックルは持ってないから、これしかない。やばいね。はい。ということで、仮面ライダー王者、朝倉武史が変身するライダーの、カードデッキですね。ここが祭りの場所は、とか、俺にも戦わせろよ、とか、仮面ライダーはいいな、って。イライラがすっかり解消した、とか言いながら。で、本当に戦う理由がイライラしてるから戦います、っていう、本当に何もいいところないやつ、実際は。
超悪いやつ。でもめっちゃかっこいい。そこが、こう、突き抜けてて、その部分をね。もうビューンって突き抜けてて、もう、悪いっていうのがすごい突き抜けてて、私は好きなライダー。悪すぎて好き。もう、やばい。一瞬ね、仲間になんのかとか思ったけど、全然仲間にもならずに。ほんと、イライラさせるなって言いながらね、戦ったり、俺にも戦わせる、うらーみたいな感じとか。いやー、王者は本当にかっこいい。してね、結構チート級の強さだったね。マジでやばいやつだった。本当にかっこいい。やばいね、これ。めっちゃいいじゃん。もうすぐやりたいことはこれですよ。ここに、こう刺して、こうですよね。変身は、なんかこんな感じで出して、変身みたいな感じでね。こう首をぐりぐりね、やりながら。いやー、かっこいいね、これ。めっちゃいい王者ですね、朝倉武。いやー、最後はね、ライダーとして死ぬじゃないからね、ちょっとそこも熱い展開でしたね。はい、で、次が、仮面ライダー、タイガ。あ、そっか。オルタナティブとかはないんだもんね。まあ、当たり前か。ここ、ベルトが違うからね、あれはね、人工的に作られたライダーだからね、ベルトが違うからあれなんだけど。ということで次は、おっとっと、タイガ、東条悟ですね。英雄になろうとして、英雄になれなかった存在ですね。そう、英雄という言葉をすごい使ってた。あと、大丈夫？ごめんね。大丈夫？とか言いながら、ちょっと病んでるんだよね。そう、でも病んでる感じが、すごい、こう、キャラが生きててよかったなって。で、英雄になりたい、みたいな。そう。なんだけど、英雄になりたいって言いながらも、いろいろ、あなたは英雄になれなかったから、とか言いながら殺したりとか、ほんとね、ちょっと、イカれたやつだった。いやー、でもいいね。この、タイガのこのベルトのバックルの部分とかもかっこいいね。めっちゃいいわ。よし、次が、お、インペラーですね。インペラーですね。なになにさーんと言いながら、来るやつね。ただ、すごいかわいそうなやつだったんだよな。佐野くんだね。佐野くんが変身するライダー。ちょっとずつお金持ちになったりとか、ほんとただね、幸せになりたかったっていうだけだったんだよね。ほんとに幸せになりたかったっていうところとかっていうだけだったからね、ちょっと。うん。ただ、最後の死に方も残酷だったよね。でもあの残酷なシーンも、まあ、倒したのがね、仮面ライダー王者がね、デッキを破壊して、なんだけど、あの最後も結構壮絶だよね。いやー、雨の中ね、の絶望しながらさ、なんかすごい、俺は幸せになりたかっただけなのにっていうシーンが、本当にやばい。ちょっとグッとくる部分がある、泣ける部分があるね。もう、それぐらいかっこよかったキャラクター。かっこいいっていうよりは、かわいそうっていうのと、なんか一番現実に近いキャラクターだった気がする。うん。はい。では次。よいしょ。すげえ綺麗。色が。仮面ライダーベルデ。高見沢だね。テレビスペシャルに出てきたやつで、誰だっけ変身してる人名前忘れちゃった。結構有名な俳優さんが変身してて、特殊なキャラクターだったね。人間はみんなライダーなんだよっていうセリフがあるんだけど、そこがね、こう、おーって、凄みがあるっていうところがあったね。ただ、ちょっと卑怯なやつだったねっていうところ。そう、でも、まあいいキャラクターだった。テレビスペシャルにしか出てないとはいえ、すごいキャラクターが生きててよかったね。で、次が、ファム。ファムは名前なんだっけな。加藤夏樹さんが変身してたライダーですね。やばい、名前出てこなくなっちゃった。なんだっけな、ファム。
思い出せ、思い出せリント、名前を思い出すんだ。ファム、加藤夏樹が変身してたライダーで、お姉ちゃんの仇のために変身してるライダーですね。で、まあ、お姉さんの仇ってね、あれなんだけど、映画版は映画版で、話が違うんだよね。で、映画は映画オリジナルの話で、あったはずの、別の世界みたいな、パラレルワールドだよね、っていう形で、やばい、名前出てこなくなっちゃった。なんだっけ？やばい。なんだっけな。そう、リュウキと、リュウキっていうか、木戸真嗣とめっちゃ絡んでて、あ、思い出した。霧島美穂だ。はい、霧島美穂ちゃんが変身してたライダーで、ファムは、お姉さんの仇を取るために王者を倒すっていうところで戦ってましたね。でも最終的にはね、いいキャラクターだ、ヒロインって感じのね、女性ライダーでしたね。そして次、龍河。はい、鏡の世界の木戸真嗣が変身した姿の龍河です。めっちゃかっこいいっていうか、これだけなんか他のと全然違うじゃん、龍騎と比べよう。そっか、ここ金色なのにこっちは真っ黒なんだ。わー、ダークオーラ感、オーラがやばいね。これは鏡の世界の、木戸真嗣が変身したライダーですね。うわ、かっこいい。これはね、もう本当にただ闇のライダーって感じですね。はい、そして仮面ライダーオーディン。仮面ライダーオーディンは、なんだろう、よいしょ、バスの忘れてた。一応、いや、変身してるって言っていいのかなって感じだから、なんとも言えないけど、まあ、最後の仮面ライダーって感じですね。最後まで勝ち残ったライダーが戦えるライダーはボスですよね。で、強かったね。タイムベントがやばかった。で、あと2個。2個もあったっけ、何？あ、はいはいはい、そうだそうだ。龍騎の契約前のブランク状態ですね。いやー、ブランク状態は印象的に深いセリフ、印象深いセリフがあれじゃないですか。折れたーじゃないですか。ね、折れたーがめっちゃいいセリフ。そう、最初の契約。てか、契約する前のベルトのこれつけるんだったら、王者のブランク帯つけてほしかったな。王者のブランク帯もつけてほしかったな。映画でね、ブランク帯になるんですよ、王者が。王者ブランク帯が存在するので、王者のベルトもつけてくれたらめっちゃ最高だったのにな。まあ、ほんと一瞬だからね。なんとも言えないけど。で、これが、仮面ライダーディケードに登場した仮面ライダーアビスですね。アビスは、仮面ライダーアビスは、なんて言ったらいいんだろう。アビスに変身してる人の名前も覚えてねえや。そして、なんだっけ。龍騎の世界で、あれはなんだっけな。アタシジャーナルか。アタシジャーナルの、編集長、副編集長だったかな。なんだけど、もともとは、全然違う、また、姿を持っていて、っていうキャラクターです。あ、鎌田だ。鎌田。鎌田が変身してるライダーですね。あんまりかっこいいイメージはないかな。という、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 このデッキですね。では、早速なんで、デッキを1個だけ、よいしょ。ちょっと待ってね。ほっ。あったあった。これないと電池入れれないことに今気づいてね。よいしょ。ちょっと軽く音声だけ鳴らしたいな。いやー、この開封レビューすげー長くなると思う。仕方ない。興奮するんだもん。興奮するんだもん。なのでね、
長いですけど、暇な時に見てもらうようにって、これ今言うタイミングじゃないんだよね。もう今20分くらい撮影しちゃってるから、今言うタイミングじゃないんだけど、ほんと、なんか暇の時にでも、見るぐらいな感覚で見てほしいな。でもこの興奮は伝えたかったから、長い動画になるけど、興奮が伝われば、それでいいなって思ってます。よいしょ、ベルトにね、電池通してみました?電池入れてみました。ここに電源ありますね。かっこよ!うわー、何この音?え、やば!音声、スピーカーはどこですか?スピーカー。あ、スピーカーここですね。やばいやばい。なんじゃこれ。で、ここがボタンみたい。やばい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 。ミラーワールドかモンスターが。モンスターが出てくるぞ。やばいぞ。お、ベルト出てきて。変身!っていうね。これは?やばい、BGM ボタンだった、これ。やばい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 。この曲の時って、俺、レンの言ってることとかはよくわかんねえけど、このライダー当時の戦いを止めたいと思うみたいなセリフとかが、ね。やばい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 。こう、ビュンって出して、ファイナルベント。みたいなところの BGM ですね。北谷ひろしさんの曲ですね。いや、これあれだね。ビュンって出して、サバイブっていうところだね。サバイブ。あ、そっか。長い BGM と短い BGM が入ってるみたいなこと書いてたわ。で、ここが多分音声ボタン?じゃあ、俺が証拠になる。少なくとも俺は、モンスターと戦うために変身する。誰かを守るためだけに変身するから。借金。お前の借金3万。とりあえずそれを返すまでは死なないよ。ああ、懐かしい。それでどう?とりあえず、借金返すまでは死ねないよっていうところで。じゃあ、やっぱこれでしょう。はあ、やるか?変身!無罪にできない役立たずにな。出た、近くにいたお前が悪い。こういうもんなんだろう。違うのか。こういうもんなんだし、ああ、いいね。俺にも楽しませろ。ここか、祭りの場所はだけ聞きたいな。この感じだ。最低か、戦いはいい。なあ、本当に楽しい。もう帰るなんて言うなよ。どいつもこいつも。イライラさせるやつば、お前も手応えがなさすぎる。2枚あるぜ、お前。ドロークだ。やっぱり戦いはいいね。俺は死なないぜ。弁護士、逃げられるつもりおかしくなりそうだったぜ。相変わらず潰し、おいおい。お楽しみはこれ。鬼ごっこが趣味なのか。ただ何のモネだ。
興味ないな。ここか。祭りの場所は。ああ、いいね。で、ここ多分こうやると。カードを取り出す音が鳴ると。やばいね。もう、これだけで20分ぐらい、私喋ってますもん。やばやばやば。やばやばやば。やばやば。やば。とりあえずちょっとこっちもね、軽く見ていいですか。すみません。長い動画になっちゃって、ほんとごめんなさい。すみません。ほんとにごめんなさい。いやー、楽しい。やばい。めっちゃ楽しい。あとで、詳しい解説レビューとか、開封レビュー以外の動画も出していくと思うので、そちらもお付き合いください。まず開封レビューだけでもね、長くさせてください。うわ、でっか。なんじゃいこれ。やば。しかもこっちにもカードついてんの？そっかそっか、両方ついてってことね。そうだ、何枚かないもん、カード。よく考えたらさっきのやつ。ファイナルベントぐらいしか入ってなかったし。やば、何言ってんのよ。ほんとに。おい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 、ソードベントとか、ストライクベントとか。うおー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 、王者の、ソードベントでしょ。ああ、スティールベント、ユナイトベント。やばいね。やばいね。うわー、やばい、この辺。サバイブ。タイムベント。うわ、サバイブ。あ、いやー、いいよね。このサバイブの、この3枚繋がるっていうのがかっこいいよね、やっぱり。これ。こうやって。うわー、やばー。やーべー。うわー、やばい、やばい。めっちゃやばい、マジで。あ、おー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 。ブランクの状態の認識できないやつだ。やばい、ユナイトベントにジェノサイダー、かっこいいね。で、デラックス版ね、私が子供の時に、一応、弟がね、その時仮面ライダー世代で、完全にね、で、弟が買ってたやつあるんだけど、それに比べて全然でかい。嘘やん。嘘やん。嘘やん。何これ。何これ。本当に言ってんの？マジ？ま？ほんま？これほんまか？夢ちゃうんか？ほんまか？これも電池が入れる。ほんまか？ほんまか？お！あ！やばい！ほんまか？ちょっと待って。手につける前に電池入れよう、電池。マジ？ほんまか？何言ってんの？やば！あ、ちなみにこれ5万ぐらいしますね。定価でね、買うとね。だからね、ガチのお宝ですよ、ほんとに。ほんまか？これも単4電池を、3本、入れます。ほんまか？やば！やば！この動画絶対こんな長く絶対見ない、みんな。知ってる！そんなに絶対見ないけど、撮る！楽しんだもん、だって。無理だよ！無理だって！何言ってんのさ。電源ボタン。めっちゃかっこいい。セリフボタンがある。どういうこと？どういうこと？ちょっとつけていい？ちょっとつけていい？やばいやばい。これはやばい。やばいやばい。ほら、見て。龍騎だよ。龍騎。で、カード入れるわけでしょ？ちょっと待って。龍騎にして、まあ、ここから、こう、こうね、こうね、映るかな。で、こう、ここからこうやって。試しにカード1枚入れてみましょうか。そうだ、そうだ。カード入れて遊びましょうか、ちょっとじゃあ。早速。
じゃあカードをね、この中にね、数枚入れました。入れました。オッケーオッケー、取り出せるね。で、ここから、やばい。変身中に取ったからダメだ。で、取って、ここに入れるわけですよ。で、ここにガチャンってついて。ほんとだ、めっちゃガードしてる。これ、ボイスつけるとどうなんの？あ、シンジ君の声が鳴る。ってきて、ああ、はあって、はあって、やばいやばい、やばい。やばい。伝わるかな、この興奮。やば、アドベント。うわーって、ドラグレッターが来た。そして最後は？やばい。じゃあちょこっとだけ王者の入れようか。はい、この2つ入れちゃいますね。あー、かっこいい。シーってこう、あの蛇のね、あれがね、やばいやばい、かっこいい。やばい、かっこいい。めっちゃでかいし、これは買って正解だわ。はい、ということで、すごい長い開封レビューになっちゃったんですけれども、今日はコンプリートセレクション、モディフィケーション、V バックル&ドラグバイザーの、開封レビューでした。やばい、めっちゃ楽しい。この後、この動画をね、ちゃんと、一個ずつね、カードデッキとかもご紹介していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。あー、ぐっちゃぐちゃ。あー、ぐっちゃぐちゃだけど楽しかった。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。